アサラマレイコム、こんにちは。今回は中東の朝食には欠かせないフールと言われているそら豆のペーストを作ります。ホンモス、フムスとも言われてますけれども、ひよこ豆のペーストと一緒に朝の食卓に並ぶことが多いです。中東ではとてもポピュラーな食べ物です。はい、それでは作っていきます。まず青唐辛子、これは少し小さめなので1本ぐらい使います。両端を切り落として、種を取り除いてください。青唐辛子、ものによって辛さがまちまちですけれども、今回は中ぐらいの辛さだったので、1本ぐらい使います。辛いのがちょっと苦手だなっていう方は、青唐辛子の量を少なめにして調節してください。小さめに刻んでいきます。ちょっと包丁の側面を使って潰していきます。すり鉢っていうんですかね、潰す道具を持ってる方は小さめに切ってそれを使ってください。本来そのすり鉢のようなものを使うようなんですけど、今回用意がないのでこのやり方で作ります。はい、ニンニクも同じように細かく刻みます。ニンニクも同じように側面使って潰していきます。レモンです。1個もしくは半分、大きければ半分使います。はい、主役のフールです。そら豆です。今回は缶を使います。小さめの鍋で大丈夫です。蓋を開けて水を切って鍋に移してください。インターネットでそら豆の缶詰を探してみたんですけれども、日本ではあまり購入できないみたいで、乾燥した豆を使う場合は一晩水に浸してから、柔らかくなるまで煮て同じ調理工程で作ってください。今回はさっと作れる缶で作ります。何でもいいです。グラスを使います。グラスの底で豆を軽く潰します。はい、ほんの少しお水を入れます。かき混ぜてください。はい、少し火にかけます。オリーブオイルを入れます。
塩を入れます。2から3つまみぐらいです。もともとそのまま食べれる缶ですので、軽くグツグツ火にかけるぐらいで大丈夫です。はい、こんな感じです。少し水分残ってるぐらいがちょうどいいです。先に準備したニンニクと青唐辛子、レモン汁の中に一緒に入れておいたんですけれども、先にスプーンですくって鍋の中に移してください。軽くかき混ぜます。お皿に盛り付けてください。残りの青唐辛子とニンニクを上に乗せます。レモン汁も少し入れますけれども、ちょっと全部入れると酸味が強くなってしまうので、調節しながら少しだけ入れてください。最後にオリーブオイルをたっぷりのっけます。はい、出来上がりです。こんな感じです。オリーブオイルは結構たっぷり入れてください。ホブスと言われるアラブの食事パン、ピタパンとも言いますけれども、これにつけていただきます。それではマッサラーマ